久保さん最近ですね、これ当てたんですよ、僕。当てたんです。このジョージアの当たりが出たらもう一本っていうやつで。これ1ヶ月ぐらい僕、顔、インスタグラムのストーリー投稿っていう動画があって、それ15秒しか動画をアップロードできないですね。たった15秒です。 で、どうやって動画を撮ってたかっていうと、まあ今は僕顔出し、あの、なんだ顔出ししてこう喋ってますけど、ストーリー投稿する。15秒の動画をアップロードするのにやったこと。はい。こう映して、で、めくって、外れてるって。常に外れてるんですよ <laughs>。で、この前当たりましてまさかの <laughs>。当たって、 じゃあ、その当たったのを投稿したわけですよ。そしたら、あの、どういうリアクションをいただいたか、結構コメントいただきました。おめでとうございますついに出たんですねと当たりってこうなってるんですね一緒に楽しめました。おめでとうございます。当たりを待ってる人が私,私だけじゃなかった。おめでとう。 ジョージアのことは、ジョージアはあなたのことを忘れない。おめでとう。開封動画見るのが日課になっていました。もうないかと思うと当たって嬉しいような、寂しいような。すげえ、初めて見た。おめでとうございます。一言もなくフォローさせていただいてます。フォローしていただいてますね。はい、おめでとうございます。あ、また新しくコメントめっちゃついてんな。 コメントね、何件だ今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16件でしょこれ2回投稿したんですけど、これ16件でしょで、こっちは動画もちょっと投稿したんですけど、これが、こっちにもくっついてるんで、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32。 まあ、あ33、4ぐらいコメントついてます、今のところ。また増えるかもしれないしね。これできませんえ、15秒で顔出しせずに、ただめくってるだけですよ。持ちます。顔出しせずに15秒え。ただ、ただ空き缶をめくるという作業です。じゃあなんで僕がこれをやったのかっていうと、まあ、 知ってるからですね。スズメ理論を僕も <laughs>。知ってんすよ。うん。だから、なんでじゃあ、吉田さんはそれを知ってて、それをわざと、わざ、もはやわざとマーケティングでね、マーケティングで、これがお客さんに何か、その、見ている人に何かを伝えられるって知った上でやれてるのかっていうと、やったからなんです。<laughs> ね。僕も、あの、最初から、 狙ったのかっていうと、まあ最初から狙ってた部分は、もうじゃ僕15年の経験あるんで、あるっちゃあるんですけど、意外と続けてたら、まあまあ、まあ反応があったんですよ。反応があったんで、まこれじゃあ続けていこうっていう。だかられはその反応、まあ狙ってやってたけども、反応があったからさらにまた続けていったんですね。そう。さっきのコメントもう一回見ますよ。これよ、これ良かったなと思うんですけどね。 あのなんだこれいいコメントですね開封動画見るのが日課になってました日課にさせたってことですねスズメをスズメの動画を見るのに日課にさせたっていうもうないかと思うと当たって寂しいような嬉しいような寂しいようなとうん昨日2本買って2本とも当たりが出ました 新しくないのかと思ってました。マジか。この人すげえな。うん。どうでしょうかね。これちょっとコメント返しますけど。返してない新しくまたついてますね。だからまあなんだろうな。結局やったその先にしかわかんないんですよね。だからあの、久保さんもやったからわかってるんですよ。な、何をすればどうなるのか。 何をすればどうなるのかっていうのは分かってて、じゃあその何っていうのは何かっていうと、なんだろうな。多くの人はその何をの答えを求めるんですけど、本当の知ってる人っていうのは、何っていうのはうーん、結論、やることなんですよ。<laughs> でも、多くの人はその何をの答えがないとできないみたいな。分 <laughs> かります いやーね、久保さんね。いやあ、これ、缶コーヒー開けるぐらい誰でもできると思うんですけどね。15秒ですよ、動画、しかも。顔出し一切不要。あと、かいあの解説もしてないですから。開けましたとかね。もう一切ないです。無音です。ね。まあ、プシューはありますけど、プシューだけです。 いやー、面白いもんですね。まあ、こんなことすら、こんな、こんなね、単純な、マーケティング。<laughs> 視聴維持率ですよね。久保さん。市長維持率も、もはや日課になってるっていうね、開封動画。<laughs> どうすかね。こんな簡単な、マーケティングでも、やらないと、わからないってことですね。簡単じゃないですか。だ、本当に誰でもできると思います。 指が動くんだったら指が動いてこの缶コーヒー買えるんだったら誰でもできますマジでこれ再現性多分ねほぼ100%ですね久保さんねしかも15秒だし音声入ってないしなんだ喋ってないし <laughs> はいだからやったその先にしかわからないってことですねいってらっしゃい